海と日本。先月熊本市の江津湖でユニークなイベントが開かれました。それはサップに乗ってゴミを拾う清掃活動。一見綺麗な江津湖にも岸辺にはプラスチックゴミや空き缶などたくさんのゴミが流れ着いていました。水の中のゴミをサップで進みながら拾い集めていきます。このゴミ拾いを定期的に開いているのが江津湖でサップやカヌーの体験ツアーを行う広瀬さんです。どうしてこのサップでゴミ拾いというのを始められたんですか？そうですね、陸上から見るとすごい綺麗だなと思うんですけど、実際に水の上に立つとゴミがものすごく目立つんですよね。水が綺麗だから逆にゴミが目立ってしまって、で、あ、これはちょっとゴミ拾いたいなって思って。この日は子どもから大人までおよそ20人のボランティアが参加。茂みの中や水の底からはさまざまな種類のゴミが出てきました。マイクロプラスチックになりかけのものもたくさんあって、水を含んですごく重いです。江津湖がきれいになって嬉しいです。熊本にいるんで。およそ2時間半かけてタイヤやプラスチックゴミなど多くのゴミが回収されました。清掃活動とサップを組み合わせたイベントは今後も続ける計画です。その水で遊んでもらうことによって水の大切さというのをですね、体感してもらって、そこからその自然を大切にする心というのをですね、育んでいけたらなと思います。レイクリーン海と日本。